はい、ありがとうございます。2本目の、演説をさせていただきます。このコロナ禍、武漢肺炎ですね、正式名称、武漢肺炎の騒ぎの中、まあいろいろなね、世間の、まあ、勝ち組負け組とか言われるような、まあ、経済の方でもね言われておりますけども、私の趣味でありますバイク、ついに私は購入いたしました。なんとかね、スーパーカブ 110cc っていうバイクなんですけど、今度あのね動画でも紹介しようかななんて思ってますけども、ちょっとねバイクが今ブームなんですよ。このコロナのおかげでかなんとか知らないけど、ちょっと行きつけの私の仲介さんのバイク屋にたまに行くと、売れすぎちゃって展示するバイクがないくらい、もう室の中がねガラーンとしちゃってて、あんま店長はウハウハだって言っておりました。まあ、だけどもこの低燃費そして小回りが利くバイク、これがあることによって私の行動範囲はかなり広がりました。まあね、安全云々とかね、そういうふうなことを言われてしまうと、どうしてもバイクっていうのはね、まあ、危険な乗り物だというふうに言われてしまいますけども、まあ、ぜひね、この今のバイクメーカーの力を入れているラインナップの中で、私はおすすめするのは、この排気量の低いバイク、そして小型のバイク、これをぜひ1台所有しますと、そこに、USB 電源をマウントしてですね、スマートフォンを装着すれば、あっという間にこのガイダンスによって目的地にたどり着けるわけです。私が、免許を取った頃では、まあ、ちょっとね考えられない便利な装置が、今スマートフォンを介していろいろと使うことができるのですが、私もねまだちょっとそこまで、まあ、カスタムはしないんですけども、これがねもしかしたら定年後のね私のね今ねあのピッカーとかなんかいろいろこうウーバーイーツとかいろいろ配達の人やってますけども、そのバイクバージョンね、でもねちょっとなかなかねあれに踏み切ろうとは思わないんですよね。なんでかっていうと、やっぱ交通法規を背負って仕事するっていうのはね、やっぱちょっとねリスクが大きいんですよ。リスクが大きい。だけども今この世の中の状況、いろいろなこの経済の催し物でも、ちょっと今日私も繁華街のレストランの方に行ってきましたけども、まあ、もう本当大混雑でしたよ。だからいつまでもねこの配達の方でこの飲食業界の人たちがこうシフトしていくっていうのもちょっとね考えづらいな。なんでかっていうと、やっぱ人間っていうのはお店に行ってそのお店の雰囲気を味わう、そしてそこの味を楽しむ、人と会話をして食事を楽しむ、これがやっぱいいんですよね。そこに、リーズナブルなお値段であれば、なおその食事も、まあ、美味しくなるのかなというふうに思うんですけども、今後どうなるのか、この今、外食産業のね行く末、私はちなみに牛丼が大好きです。若い頃ね牛丼最高8杯食ったことあります。8杯、並盛り8杯ね。今はもうそんなことはやりませんが、安きりゃいいってものでもないのですが、今のこの世の中の、今日はね新宿大変人も逃げておりますけども、いろんなお店でやはり、そこのお店の味を味わう、この方がやっぱりいいんではないかなと思って、今日の演説を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。